次の国行ったるでー。やっと三つ目の国だね。遅すぎなんだよ。でもほら見てみて、マリサという名のパワームーンを普通にパワームーンって言えよ。余すことなく集めてるから。やりますね。最後なんか変なの吸い込まれていったね。変なの言うんじゃねえよ。じゃあ変なバナナと旅してやるか。変でもないしバナナでもない。でもさでもさ、なんでバナナなの？知らんよ。黄色いものなら他にもあるじゃん。例えばモップとか。ああいい感じ。よし今日も私の頭で綺麗にするぞ。で誰がモップだよ。ダスキン呼ぶなら100番100番。ダスキン呼んだらマリサが来ちゃうよ。あっは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 。黙れクソったるな。あらら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 。楽しかった。行き先が分かれたよ。グッパはどっちの国に行ったんだろう。興味ないな。じゃあお前なんでやってんだよ。なんでだっけ。あー思い出した。グッパとピーチがわからぬことをやってるか感じしに。黙れ黙れってことバカ。違った。全然違うだろ。私気になります。鬼嫁は何気になっちゃってんだよ。あちょうどいいや、こいつら頭おかしいから湖に沈めたろ。死んじゃうだろ。えじゃあこれでも飲みます。どっちにしろ死ぬわ。ハイターに浸せば霊夢もちょっとは頭が漂白されんだろ。頭漂白されたら何にも考えられないだろ。もともと大して考えてないだろ。はい、おっしゃる通りで。またブルータルズに先越されてんね。あのクッパのケツも拭いてやってるし、もべ中の下僕ね。ひでえ言われようだな。中央の広場までやってきたよ。マリオも人間なんだから、あまり水の中にいたら酸素がやばいからな。マリオも人間だったのか。大丈夫大丈夫、息の根を止めないように気をつけるから。なんか嫌な言い方するな。はい、マリオへ参ります。上に行ったら天国が待ってます。それ息の根を止めてるじゃねえか。地獄行くよりいいだろ。マリオもこんな奴に命預けてどんだけ心広いんだよ。まあ霊夢ちゃんの次に心広いかもしれないね。心広しかもしれないね。マリオに勝手に変な名前つけんなや。しかもお前のどこが心広いんだよ。毎日マリサのケツを拭いてやってる霊夢ちゃんが一番心広しでしょ。聞いてもらってねえよ。私だからお前も気になってんじゃねえよ。てかそろそろブルータルズとの戦いなんだぞ。え早すぎない？鬼嫁まだ二足歩行できてないよ。それは早すぎたな。帰ろう。って帰ろうじゃねえよ。出ましたマリサのノリツッコミ。今回の採点は、え何これ、なんで私のノリツッコミ採点されてんの。マイナス3点。マイナスを叩き出してしまったマリサは鬼嫁の面倒100年プレゼントします。もうボス戦始まるんですけど。1、ウェディングドレスはいただいたのさ。ボスのタクシードともあってたし、僕らの仕事はバッチリなのさ。次は俺が相手だ。誰が来たってコテンパンのパンパースにしてやるわ。ついでにマリサもパンパースにしてやるわ。パンパースが必要なのは鬼嫁だろ。まだ必要ないよ。鬼嫁はおもらしじゃなくて尿漏れだからね。えへへ違うって。そこもっとちゃんと強く否定しろよ。君たちくだらない話してないで、そろそろ実況したらどうだい。こいつ東京湾に沈めてやるからな。ほら霊夢チャッピー怒ってるじゃん。なんで怒ってんの。あいつが最後に食べようと思って取っといたエビフライ取っちゃったから。それは怒るな。じゃなくてお前がなかなか敵を踏まないから怒ってんだよ。わかってた。お疲れ様でした。てかこいつの帽子4次元ポケットじゃん。あれだけ長い体がすっぽりだったね。いや足だけ出てたけどね。そこすっぽりでいいだろ。じゃあお前らこれは何ですかのこと。 What is this?っていうのか。いや全然意味わからん。怪人の人は言うだろうね。いや鬼嫁そういうことでもなくて。しかし今回のブルータルズは今までの中で一番弱いかもしれないね。まだ前回の鉄球ウサギの方が強かった気がするよ。次踏みつけたらもう終わりだもんな。二人の連携が良かったんだよ。あれ旦那いたの。うんずっといたね。お疲れ様でした。俺の出番もう終わりなの。前回の動画でも卒業式のシーンのところだけ登場して終わったよな。まあ旦那の存在感の話は置いておいて、ハイブルータルズ倒しました。俺も結構存在感なかったよ。ここの国はムーンがピンクになるんだね。なかなかマリサって呼べなくなってくるわね。呼ばなくていいんだよ。この後はまたムーン集めだよ。そっちの方が大変なのよね。サクサクっとご紹介していくからね。現段階で取れるやつ全てだな。それではサクッとご紹介しちゃいます。ネタバレが嫌な人は視聴を中止してね。それではレッツゴー。you
Thank you.